まず谷香音さんにお聞きしたいんですが、今日このシアタークリエの舞台からの景色、舞台からの景色、客席を見る景色、今日初めて見たと思うんですが、今の気持ち、どんな気持ちですか？いやちょっとこんなに本番もこんなにお客さんがいると緊張しちゃいますね今お稽古やっていて、手応えとか、これはうまくやれるかなっていうのは自信とかって出てきてますか？セリフをきっちり覚えて本番に頑張っていきたいのでお願いします。はい、ありがとうございます。同じくパコ役のキットサリカさんにお聞きしたいと思いますが、キットさんはこの、パコ役のダブル、キャストのオーディションを受けて、見事に通られて今この場に立っているんですが、その時のオーディションの思い出とか、その時の G2 さんの印象だったりするのって、なんか覚えてるのありますか？さっきも言ったんですけど、すごくこの絵、お話、パコと魔法の絵本のお話がすごく前から好きだったので、オーディションを受けたいという気持ちが強くて、オーディション行った時は、自分なりのパコを演じられたらいいんじゃないかなって思って受けました。ありがとうございます。そんな、お二人を演出するちょっとジズさんにもお伺いしたいんですが、今回その本当に、パコの年齢の設定に近いお二人を、にパコを演じていただくんですが、その辺のこう今までの2作と違うところとか、この二人をこうしてあげたいなとか、ジズさんの中での構想とかって何か今ありますでしょうか？いやいや、構想とか教えるとかじゃなくて、本当に毎日このお二人に学んでる感じですね。ねえ、徳間さん、はい、本当にあ、ごめんなさい、徳ちゃんね本当にね、二人ともすごく才能のある、感性、才能というのは感性のある持ち主で、本当に他の役者に言ったんですけどね、そこに書いてあるセリフを言えばいいということを本当によく知っている。で、あともう一つは、早くちゃんとセリフが入ってくるので、共演者のセリフをよく聞いてるんですよ。とってもよく聞いてるんです。これが素晴らしいと思います。なかなか大人の、俳優でもなかなか人のセリフ聞けない人が多い中で、すごく聞いてて、人のセリフの中で自分の気持ちを作ってるという、もう鏡ですよね。だから僕は逆に言って、もうお二人にはほとんど何も言ってなくて、ここに立って、このタイミングに出て、そして、こうしたらもう帰っていいよということしか言ってないぐらいで、本当にこのカンパニーの宝のお二人だと思います。ありがとうございます。西岡さんにもちょっとお聞きしたいんですが、役者生活44周年ということで、その中で、たくさん子役の方と共演されたと思うんですが、特に子役さんと共演するときに気をつけていることとか、映画とか舞台でもドラマでもあると思うんですが、何か気にかけていることとかってありますでしょうか？ですね、だんだん大人になると余計なものがいっぱいついてきて、いらないものばっかりで太っていくのが多いんですけども、やっぱり今、のんちゃんにしろサリーにしろものすごいピュアだから、こう新芽がピュッと出たところ、その青々としたきれいな光り輝いている新芽の状態の人をこういつも稽古をしてると、こっちが小賢しいことやってもしょうがないんでね、もうこっちになるべくこうついていこう、僕の方がついていこうとしている状態で、だからさっきも言ったみたいに稽古をやってて、こうセリフやってて、僕はセリフがちょっと詰まると彼女は俺のセリフ言うのよ、ちょこちょこちょこって、それで慌ててこう言って、もうそれがちょっとおかしくて僕できなくなっちゃうみたいなとこがあったんだけど、それぐらい彼女ちゃんの、セリフを覚えてってもう覚えてるから、私がいらないものを全部すり落として、この二人にドンと対していかないと跳ね飛ばされちゃうから、逆にだからその緊張感っていうのが今僕は稽古やりながらひしひしと感じてます。そんな感じです。ありがとうございます。逆に
谷さんとキットさんに西岡さんの今稽古をずっとやってきている西岡さんの印象とかちょっと聞かせていただけますか。最初に会った時はすごく怖い人の見た目で怖い人だなと思ったんですけど、喋ってみたらすごく面白くて、稽古の途中とかもちょっとこうするからお願いねとかすごい話しかけてくれる人で、なんか優しい人だなと思う。はい、ありがとうございます。キットさんはありますか。サリーも一緒で、最初にトクちゃんに会った時は顔だけ見た時にちょっと怖いなって思った時があったんですけど、それででも話すとすごく優しくて、本当に稽古中にビビらせる時に、本当にやってる時に実際に一回ビビっちゃってそこまでなんか役に合っていて、なんかでもなんか分からないこととかあると教えてくれたり、すごく優しいのでなんか良かったなって思います。はい、ありがとうございます。本当に、そんなピュアな、パコ役の2人を囲んで、本当にチームワークよく今稽古を進めている皆さんですが、まだまだちょっとお話を僕の方からも聞きたかったのですが、ここでお集まりのマスコミの皆さんからの質問もお受けしたいと思います。マスコミの皆さんからのご質問ですが、ご質問あります方は挙手をしていただきまして、こちらからご指名をさせていただきます。マイクが回ってまいりましたら媒体名とお名前、そして野方にご質問かをおっしゃっていただきましてご質問ください。なお時間の都合上すべてのご質問にお答えできない可能性がございますので、ご了承ください。また本講演とは関係ない質問は、お答えできませんので、ご了承ください。お答えできませんのでご了承ください。それでは、ご質問のあるマスコミの皆様、挙手をお願いいたします。じゃあ早速どうぞお願いします。よろしくお願いします。日本テレビ新聞の中村と言います。安倍さんと吉田さんと西岡さんにまず最初ご質問したいんですが、初舞台ということで、加納さんの方に何かしらアドバイスをちょっとお願いしたいかなと、それと加納さんの方に、質問なんですが、もう、怖いのは慣れましたか。すごい優しいのになりました。じゃあアドバイスの方、じゃあさんから。はい、じゃあ安倍さんからお願いします。もうアドバイスというか、本当に皆さんおっしゃってたようにピュアでまっすぐで、もう本当にこっちが学ぶことだらけなんですけど、なんだろうね、のんちゃん、なんかなんだろうね、なんだろうなって、何教えてあげたらいいんだろうって、でもいつもずっとねおしゃべりしてるからね、なんだろうね、なんか教えてあげることあるかな。でも出とちんないでね。出とちるって分かんないか、まあ、いつも舞台の袖にいてね、大丈夫、あとはなんも心配することないね、大丈夫だと思います。吉田さんは。そうですね、もう稽古を見ててもう心配は全然、なんかしてないっていうか、本当に僕もなんか、子供だったら全然思ってないんで、本当に何も心配せずにね、こうみんなでチームワークでね、頑張りましょう。翔子さんは。私、小学校1年から3年生まで子役やってたことがあって、いろんな映画出てたんですよ。池部良さんとかさ、もう片岡千恵蔵さんとか、あの時代に映画全盛期に、親戚 あのいとこがちょっと進撃やってて、借り出されて行ったら、うまいうまいとか言われて調子に乗って。なんで徳間さんマギーとだけ喋ってるんですか。それでそれでそれで、その頃は怖いもんとかなかったんだよね、はい、例えばなんかこれ間違えたらどうしようかとかなんとかっていうのはあんまり考えてなかったと思うの。
それで自分が考えてることだけをこう集中してやってたんで、今その状態っていうのはすごくよく分かるんだよね。気持ちだから余計なこと考えてない。これが受けるとか受けないとか、そんなことを考えてませんよ、あなた。そうですよ。で、まっすぐだから余計こう突き刺さってくるものがこうすごく感じるんですよ。だからそれを弾き飛ばすだけのものやんないから、僕も余計なこと一切しないように、頑張りたいと思ってますんで、余計なことしませんから、実さんしないようにしますから。そこでこうバーンとちゃんとぶつかっていかないとドラマになり立たないんで。でも彼女たちはもう根性座ってるからね、姿勢がしっかりしてるから大丈夫。別にアドバイス何にもないですわ。大丈夫、もうそのままやってもらえば大丈夫ね。ありがとうございました。では、ご質問のあるマスコミの皆様、どうぞ挙手をお願いいたします。はい、ではお願いします。時事通信の中村と申しますが、時事通信にお伺いしたいんですけれども、今回再演で間に映画もあったりしたということで、その映像化されたことで今度演出にあたってこう何か新しく深めるなり新しく考えられていることがありましたら教えてください。告白いたしますと、僕まだ映画見てないんです。で、いや本当にで、いつでも見えるなと思ったままに、あれは映画は5年前かな、6年前か、過ぎ去っていってしまって、そしてまたこの再演が決まったんで、ああじゃあ再演の初日明けるまでは見ないでいようかなと思って過ごしていましたので、すいません、その質問に関しては全く答えになってないんですけど、ゆえに全く映画を意識しておりません。初演で作ろうと、まあ、今日ここにありませんけど、後藤博人こんなものをやろうということで、やっぱりジジイが主役っていうのはなかなかその当時の演劇界 のプロデュース公演で難しかったのをなんとか実現するべくやり、で、まあ、台本も、ある程度いろんなアイデアも出したりして、作り上げたものがあり、でそれが好評を得て再演を繰り返しているので、今の自分の感覚に置き直し、そして稽古場で俳優さんたちがこう出してくるものにもとにかく耳を傾けて、一番こうテコの原理的にパコンとはまるところを、探すということに徹しているという感じで、すいません、あんまり答えになってなくて。